パラレルワールド。もしあなたが今日コンビニに行ってパンを買った場合と、もしあなたが今日おにぎりを買った場合、お腹の満足度はどちらが満たされるのか。そう、同じ世界をたどっても違う選択を取れば結果がものすごく変わってくる。それはそんな、今日はそんなお話です。おい、あ、おです。いや、ま、はい、何時までかっこいいんだよ。いやー、じゃあ本当は夕方5時までに終わらせたかったんですけど、ちょっともう頭詰め込めできなくて、いや、もう明日受験なんで、ちょっとどうしても頭に入れ込みたくて、ちょっと、いや足りねえな、ちょっと夜12時ぐらいまでいいっすか。あ、12時いや、ちょっとマジで、いや誰もいねえぞ学校。いやー、でもちょっとマジで詰め込みたくて、いや本当はもう6時ぐらいに終わらせたかったんですけど、マジ終わんなくて、いや結構やばいんですよ。マジ頼みます。じゃあ特別に、あ、ありがとうございます。鍵をそこら辺に置いとくから。あ、わかりました。鍵閉めてな。あ、鍵は絶対閉める。はい、いやマジ頑張ります。頑張れよ。はい、ありがとうございます。任せないの大丈夫かな。ちょっと不安だな。寝ねえかな、あいつ大丈夫かな。一回戻るか。あいつ大丈夫かな。本当に勉強するかな。おい、おい、お前、あ、あれ、お前寝てたろうや。やっべやべね、ごめんなさい。いや、アップねじゃなくて、お前帰れ。ちょっとやばいっす。お前やりす、もういいよ、やり込んだから。大丈夫大丈夫、受かる受かる受かる。ちょっと寝落ちしだす、危なかった。危ねえな、お前本当に。いやでもアラームかけ、あ、かけてねえわ、危ねえ。いや、まあでもどっちみち起きてはいいです、たぶん。いやよかった。もういいから、もうじゃあ、ね、出ろ。あっす、あ、俺はもうかけてるから。あ、すいません。早く帰って受験なんだから。頑張ります、明日。マジ頑張ります。頑張れよ。ナイス。先生、よっしゃ、俺マサチューセッツ州工科大学受かりました。よっしゃ、これマジで、あれっすね。いや、お前よかったわ。マサチューセッツ州工科大学受かったか。受かった。いや、お前すごくよくやったよ。いやー、マジ先生のおかげです。いやー、よかったよかった。あの時俺を起こしてくれなかったら、マジで多分マサチューセッツ州工科大学受かってなかったっす。いやー、よかったー。あー、ちょっと先生は安心した。ほんとにちょっとね、鍵がね、心配でさ、お前がもし寝てるんだよと思って。いやー、よかった。よかった。いや、マジありがとうございます。いやー、これで、ま、夢のマサチューセッツ州工科大学だから、はい、頑張ります。マサチューセッツ州工科大学頑張ります。じゃあ、ありがとうございました。よっしゃー、最後ー。もし、あなたが何々をしていたら、もし、あなたが何々をしなかったら、そんなこんなな人生、それがパラレルワールドで決まっていく。